あれが、そう、神であるフォルトナの核となるレンズ。おお、いやー、辛かったけど、でもまあバルバトスほどではなかったかな。まあでもやっぱり中間が辛いわ、本当。もう飛行機めっちゃ撃ってきた時とか、本当もう全滅したらまたエロレインからやり直しかってちょっと思ったもんね。でも勝ててよかった、一回でいけたわ。あなたが砕かなくてはいけないもの。うん、でそれを砕いたらリアラも消えるのか。決断の時が帰る。これを砕けば全てが。帰る？できるわけないだろう。世界を救うためだからって君を殺すようなことを俺が、この俺が。カイル、お願いだリアラ、一言でいい、たった一言、消えたくないって言ってくれ、頼む、消えたくないと言ってくれリアラ。カイル、私消えていくことは怖くないの。私が怖いのは、このまま神の一部として消滅していくこと。でも、あなたがレンズを砕いて私を解放してくれれば、そうすれば次に生まれた時は同じ人間としてあなたに巡り会えるかもしれない。だから、カイル、レンズを砕いて。あなたは罪を犯したのに、一人の女の子を救えなくて何が栄光でした。お兄ちゃんバカ、助けて。神の栄光を拒否するな。消えたくない。苦しいか辛いか悲しいか、神がいればこそ人はその苦しみから救ってもらえるのだ。だがお前はその神を殺した。もう二度とお前たちに安らぎはない。愛と繁栄に満ちた明日は訪れないのだ。違う。神の導きを失ったお前たちに未来はない。違う。まだ間に合う。神に願い、神を求めよ。神こそが全てを癒す。大罪人であるお前を。引き込もうとしてるな。それがお前たちの永遠の願いのはず。違う。うん。この胸の痛みも苦しみも俺のものだ。神にだって癒せない。癒されてたまるもんか。だから全てを委ねることのできる神なんていちゃいけないんだ。俺たちの未来はお前に作ってもらうものじゃない。未来はここにある。ここから始まる。未来への時の糸は人の手によって紡がれる。だからこそ
無限の可能性が生まれるの。リアラ、カイル、リアラ、俺は信じてる。あなたが作る未来を、あなたと出会う未来を信じているから。だから私、いや、ありがとうガイル、あなたと出会えて本当に。分かってた結末ではあるんだけどね。やばいわ、ちょっと。リアラ。うん。カイル。いやー。なんか FF10 のさ、ティーダとユーナの逆バージョンみたいな、そんな感じしない？テンはさ、最後ね、ティーダが消えたけど、デスティニー2はリアラっていうね、ヒロインが助からないっていう。まあでもね、また、どこかで巡り会えることを信じてっていうのを信じるしかないよね、本当に。リアラとまたどこかで出会えるんじゃないかって。まあその時は多分記憶なくしてたりとかもあるかもしんないけれども、まあ、進めるか。カイル、カイル、カイル、これ、これは、あれ、何？みんなの体が時空間の歪みが激しくなってる。あ、歴史の修復作用ね。じゃあちょっと待って、ハロルドとナナリーともここでお別れか。あれ、あとジュダスは？どういうことなんだい。神が消滅したことによって、時の流れに関するあらゆる干渉が排除されつつあるんだ。エルレインが行った神の降臨も、バルバトスが企んだ英雄の殺害も、そして僕たちが今までしてきたことも、全てがなかったことになる。もちろんそれに連動して私たちの記憶も消える。今回の旅のことやお互いのことも忘れる。まあそうだよね。うわー、寂しい。つまり初めから出会わなかったことになるのよ、私たちは。うん、全てはあるがままの姿に戻るってわけか。なんかこういうのがさ、こう時間旅行系の RPG の醍醐味なんだよね。めっちゃ悲しいけど、でもそれが面白いっていう。それでも、うん、それでも絆は消えない。うん、あれ、私たちどこかで出会ったことありましたっけっていう、なんかそういう展開も美味しいよね。みんなと一緒に旅して結ばれたこの絆が消えるなんてこと絶対にない。俺はそう信じる。うん、非科学的ね。でもそういうの悪くないかも。うん、なんかあなた見てるとすごい懐かしい気持ちになるんですけどとかね。結局人の思いを形にするのが科学の力なのかもしれないし。あ、これはこれで新しい研究テーマになりそうな予感。あら、どうやら私が最初みたいね。あー、ハロルド。あー、この子超有能キャラやったからな。ちょっと勝手にスペクタクルズで、ね、スペクタクルズ勝手に使っちゃうのは多いって思ったけど、まあでもそれがめっちゃ便利だったからね。あー、寂しい。ハロルド、ハロルド、ありがとうね、面白い体験させてくれて。うん、パスカルと似たキャラかなって思ったんだけど、まあ確かに似てる部分もあったけど、ちゃんと自分のなんか独立したキャラっていうの持ってましたよね、ハロルド。めっちゃ好き。あんたたちみたいなのが未来にいるって分かっただけでもラッキーだったわ。ほんと。ああ。じゃあね。さよなら。次は、私みたいだね。あ、ナナリーか。あ、ちなみにハロルドっていうか、カーレルさんがですね、
つい最近ね、レイズにプレイアブルとして参戦してね、ちょっと私まだストーリー読んでないんだけど、読んでね、兄弟の絆の尊さ噛み締めたいと思います。で、次、ナナリーやな。ナナリーあんまりちょっとバトルで使ってあげられなくて、申し訳なかったんだけど、ロニとのね、関係の進展が美味しすぎたあまり、この、お別れ、どうなるのこの二人。ね、またあれかな、10年後になった時に偶然出会って結ばれたりするのかな。いや寂しいね。ナナリ。情けない顔すんじゃないの。そんなんじゃ個人の子たちに笑われるよ。あんたお兄ちゃんなんだろ。みんなのお手本になれるように頑張りなよ。誰かさんみたいにね。お色にいいのか、そのまま別れて。おい、ナナリ。それってもしかして、私たちは同じ時代に生きてる。うん。だからどこかでまた巡り会えるって信じてるから。あれよね、多分現代、このカエルとロニがいる時代だと、ナナリ生まれてはいるよね、きっと子供なんだよね。でもさ、あそこで会えなかったんだよな、ホープタウンで現代の。まあでもきっとどこかにいるから、まあ、この、ナナリーとロニーはこれからまた出会える可能性っていうのは一段と高いよね。でももうハロルドはどうにもならんからな、千年前の人だから。だから、うん。さよならは言わないよ。いや、ぜひともね、再会してね、いや、私たちどこかで会ったっけっていう、そこから始まる恋愛を見たい、ナナリーとロニーの。また会おうね、約束だよ。せやな。おい、ナナリー。あ、よし、行け、ロニー、行け。あー、下手れがよ。行っちまいやがった。いよいよ探しに行けよ。あ、ジューダス。ジューダスは18年前か。ジューダス。あ、そうそう。お前はどこへ帰るんだ。帰る場所気になるんだけど。わからない。もともとジューダスなる男はどの場所、どの時代にも存在しない。そう、本来は18年前に死んでた人だからな、ジューダスは。で、エルレインによって生かされた人やから、どうなるんだろう。時空間の彼方をさまようか、うん、リオン・マグラスとして消滅するか。やだー。そんな、それでいいのか、ジューダス。ねえ、ジューダスとして生きると決めた時から覚悟していたことだ。いや、きっとジューダス今から私のところに来るよ。それにお前たちと出会えた。一度死んだ男が手にするには大きすぎる幸せだ。それが手に入ったんだ、悔いはない。ジューダス、愛してる。僕が助けるつもりだったが、実際は逆だったかもしれないな。ありがとう、カエル、ロニ。ジューダス、さらばだ。なんだ、俺たちもか。君たちは家に帰るんだよ。ロニ、あれ、ロ、あれ、あれ、消えちまう前に言っとくか。いや、いや、あなたたちは別れじゃないよね、大丈夫だよね。スタンさんが亡くなってから、うん、俺はお前を守る盾になることをずっと自分に課してきた。それは俺にとって誇りだったし、喜びだったし、時には重荷に感じられることもあった。けど、いつの間にかお前は盾としての俺を必要としなくなってた。守るべき存在を見つけ、お前自身が盾になった。あの時から。でも俺はリアラを守ってやれなかった。リアラの盾にはなれなかった。いや、お前はリアラを守ったさ。あれが唯一彼女を救う方法だった。そしてそれができるのはお前だけだったんだ、カエル。リアラの英雄だからな、カエルは。よく頑張ったな。やっぱお前はすげえよ。俺の自慢のダチだ。俺もロニは自慢の親友さ。ありがとうよ。
じゃ、またな、カイル。なんか、根性のわかるみたいに言わないで、普通に個人で会うんでしょ、あなたたち。